ラウブは、ロサンゼルスを拠点としたアメリカの歌手、シンガーソングライター、プロデューサー。2015年にデビューシングル、ザーザーがブレイク、2018年に、I Like Me Better などデビュー以来発売してきたシングルを収録した全17曲のプレイリスト、I Met You When, I Was 18を発表。 チャーリー XCX にボーイズを書き下ろすなど、他アーティストへの楽曲提供も行う。楽曲のストリーミング合計再生回数は全世界で50億回再生を突破している。デビューアルバム、How, I Am Feeling が2020年3月6日に発表された。カリフォルニア州サンフランシスコに生まれる。幼少期をジョージア州アトランタ郊外で過ごした後、一家で、 ペンシルベニア州フィラデルフィアへ移り住む。その後、ラドナー高校に進学した。ピアノとバイオリンを習うなど幼少期より、音楽に興味を持っており、11歳でギターの演奏を始める。中学校に進学し、14歳頃から曲作りを開始。ニューヨーク大学スハートスクールにて、ミュージックテクノロジーを専攻し、音楽の世界で裏方としての役割を追求する。 ことを決意する。また、J.G., ジャスティン・ティンバー・レイク、アリシア・キーズなどの著名アーティストがレコーディングを行ったスタジオとしても知られる、ジャングル・シティ・スタジオのインターンとして、ニューヨーク大学在学中の2年間を過ごす。大学時代に入り作曲スタイルに行き詰まったラウーブは、楽曲提供と他アーティストのプロデュースに専念。しかし、2年時に、 ポール・サイモンのインタビューを偶然目にしたことがきっかけで、それまでのように曲を書けるようになる。サイモンは、インタビューの中で、ソングライティングのアプローチとは、隠している感情をさらけ出す過程であると語っている。それからほどなくして、自身のステージネームをラウブと命名。母親がラトビア系であり、彼が獅子座ということもあり、ラトビア語のライオン、ラバの最後の A を抜いてラウブと名付けた。 2014年秋に破局を乗り越えた経験からザーザーを制作する。この曲がラウブ名義で制作された最初の作品となる。ザーザーは多くのブログの注目を集め、2015年にサウンドクラウド上にて音源がアップロードされてからは話題沸騰となる。音楽ブログのまとめサイトとして有名なハイプマシン内のランキングでは一時第3位に上り詰め、Spotify でも グローバルトップ100にランクインニューヨーク大学を卒業した後、音楽出版社プリスクリプションソングズとの契約を果たす。2015年7月25日には、ザーザーも収録されたデビュー EP、ロスト・イン・ザ・ライトをリリース。トラビス・ミルズをフィーチャーした2016年のシングル、クエスチョンを発表するかたわら、様々なアーティストへの楽曲提供、プロデュースを行う。チート。 コーズとデミロバートに向けて楽曲制作、プロデュースを共同で行ったノープロミシーズはビルボードチャートのトップ40のうち7位にランクイン。2017年5月19日、ラウブはシングル曲 I Like Me Better をリリース。ニューヨークに越してすぐ始まった恋愛関係にインスパイアされたアップテンポな曲でビルボードホット100では27位を記録。加えて アメリカを含む7カ国でプラチナ認定、3カ国でゴールド認定を受ける。2017年9月4日にエドシーランが行うワールドツアー、ディバイドツアー、アジア地域のサポートアクトとして参加することが発表された。自転車事故によるエドシーランの負傷で日本での公演がキャンセルや延期という事態になったが、ラウブはマニラやフィリピンでの公演にフロントアクトとして出演。 2018年に初のワールドツアー、アトユーウェン、アイワズ18を開催。1月18日ワシントン州シアトルに始まり、4月29日にノルウェー、オスロにて幕を閉じた。2018年8月3日、シカゴで行われるロックフェスティバルロラパルーザに出演。2018年5月、コンピレーションアルバム、アトユーウェン、アイワズ18がリリースされ、 アイライクメベター、ザーザーなどの曲や新曲を含めた17曲を収録。2018年に完成するまで数年にわたって、ラウブの手によってアップデートが重ねられてきた作品であり、プレイリストとも称される。ニューヨークに移り、初めて恋をした彼の心情が時系列順に並べられている。2018年8月までに、スポティファイでのストリーミング再生回数が10億回を超えた。 2018年6月9日、ビルボードのエマージングアーティスツチャートにて1位にランクイン。9月29日までの間、合計で13週道チャートのトップに登場した。2018年9月27日、ジュリア・マイケルズとのコラボ曲、The ズ、no ・ a r t h の w をリリース。2019年1月24日、トロイ・シバンと共にシングル曲、I Am So Tired をリリース。 リハーサル室で顔合わせをした二人は、当初別の曲に取り組んでいた。制作に行き詰まった際、ラウブが、シバンに、I a m so tired のサビ部分を歌ってみせた。数日前に作ったばかりだったというその曲を、シバンが気に入り、残りの曲を二人で書き上げ、レコーディングに至った。2018年11月、翌年からの初のアジアツアー開催を発表。インド、 シンガポール、タイ、フィリピン、香港、インドネシア、日本での公演を行う。初日は2019年5月13日インドでのムンバイ公演。最終日は5月30日の東京公演。4月には来日記念としてア IMET u ン、アイワズ18を発売。この作品は2018年にデジタル配信のみのプレイリストア IMET u ン。 I was 18にトロイシバンとのコラボシングル I am so tired などを追加収録した CD として発売された2019年4月25日にドラッグスザインターネットのシングル曲とメガボルトをリリース虚しさや鬱病に悪戦苦闘している最中に書かれた曲であり発売予定のデビュースタジオアルバムである How I am feeling の セカンドシングルとして収録される。アルバムツアーハウ、i a m f e e l i n g ツアーの開催も発表され、2019年10月5日に、ワシントン DC にてツアーを、スタート、2020年12月26日に、最終公演を迎える予定となっている。2019年5月31日、サッ t フォーエバーをリリース。同年8月1日には、イギリスのシンガーアンデ・マリーとともに、 13リーズンズ、ホワイシーズン3のサウンドトラックよりファック、I'm Lonely をリリース。その後9月19日にシングル曲フィーリングスを10月3日にシムズを発表これらの曲はすべて2020年3月6日リリースの How, I'm Feeling に収録された。2018年ポップミュージシャンのジュリア・マイケルズと数ヶ月間交際するも年末に破局。 母親と母方の祖父母は、ラトビア人のため、ラトビアの親類を訪ねて、ラウブ自身もラトビアには、頻繁に訪れる。スタジオアルバムコンピレーションアルバムリミックスアルバム、リードアーティストとして、フィーチャーアーティストとして、注釈2018年2019年。ありがとうございます。